俺別にそれ何浮気してるとかじゃないよ。そんなんかあるとか。そんなん言うに決まったら浮気してますって言うわけないやん。バカじゃないの。すっごい怪しいことしてるの分かってる。こそこそ外で電話する意味がわからんって言って、今まで別に家で電話しとんのに。父さんが彼女に対して、まあ、してあげたいことがあるんだけど、なんか最近こそこそ何やってんだ。隠れて俺らが切れてる映像を撮ると。怒っとるやつで火に油。飯、社長に誘われてる。スケリーどうです。視聴者の皆さん、緊急で声が申し始めましたけど、なか誰から説明しよう。俺から説明しようかな。まあ、岡部が説明できる。まあ、説明できます。まあ、相当へこんでますんで。そう、鬼嫁怒ってた。鬼彼女か。LINE も書いてます。嘘、ちょっと分かるから説明しちゃってくれるじゃん。まあ、その翔さんが、まあ、あの彼女、彼女に対して、まあ、してあげたいことがあるんだけど、それにはやっぱ準備が必要で、で僕らとその準備で抜け出してたうちに、あんた最近こそこそ何やっとんだ、怒ったと。その通りだ。いや、ちょこちょこ出とるでな。そうですね、お前今日初じゃない来た。初めて。たまたまね、もう一回だけど、あんまあんま関係ないかもしれないけど、言っていいんかな。でも言うと、あいつがこの動画見るでバレるかもしれんけど、プロポーズを考えとるんだよな。そう、プロポーズって何か知ってる？俺はまだ分かんないです。結婚したいって言うってことでしょ。そうです。求婚でしょ。求める婚でしょ。求め婚でしょ。求婚でしょ。求婚するのお前。求婚しますね。まあそうだよね、はい、それでまあちょっと YouTube 的に面白くやろうぜって言ってちょこちょこ集まっとるんですけど、どう、それが裏目に出ちゃって、裏目に出ちゃって、段取り、段取りでブチ切れられた。ブチ切れられたの。どこまで切れたの。ブチ切れられたっていうか、なんかもう最近遊ぶの多くないみたいな、出てくの。ああ、何って言わずに。そうですね。なんて言ったの、お前は、毎回。え、打ち合わせって言ったの。そんなに社長、じゃ、で、俺に次の日会っても、そんな雰囲気あんまりねえし、ああ、まあ。でも、俺なんて聞かれたかな。そうじゃないですかね。うん、ああ、まあ、仕事の打ち合わせだよ、みたいな。まあ、早く帰ってるじゃん。そんな遅くなってないじゃん。なんで、まあ、なんだこの店行ってるとは思ってないと思うけど。まあ、ワンチャンかもしれんな。俺らのことでやりそうだしな。もう飯抜きで行こうぜ。おにぎり食いながら。そうそう、バレーより8時のオープンだったら安いね。まあそうやって疑っとるかもしれんな。かもしれんですね。いいよ、なんて怒ってきた。え、何回目って。3週何回目みたいな。俺たち何て言ったの。どうお前みたいな。もらわー、それは言えない。何て言ったの。パーって言ったの。それはお父さんに言われるで。で行ってくるっつったら、え、なん今週何回目みたいな。うん、え、そのしょうがないやん、仕事打ち合わせだからっつって。うん、そしたらもう黙り出して、うん、もう普通に出てたっす。あ、別にバーって言ってきたわけじゃないんだ。まあ、とりあえずは言ってないっす。みたいな。でも多分何か考えてますね。あ、ほんと。はい、で、視聴者の皆さん、今からミオに、はい、謝りに行こうと。はい、で、隠れて俺らが切れてる映像を撮ると。怒っとるやつで火に油。逆に怒りますよ多分。逆にカメラ回ってたら。いや、面白いじゃん。面白い。隠れた時なんでアルファードで俺も仕事みたいに隠れて。でも言うなよ、絶対言うなよ。そのもう押し負けるなよ。はい、うん、プロポーズ、本当はプロポーズ考えとったんだわ。それ言っちゃうんですよね。いや、それ言ったかな。はい、そこはま負けたから。だってもう、だって怒るはずが好きなっちゃうじゃん。食好きってなっちゃうじゃん。チュパーしだすでしょ、アルファードで。とりあえず僕は怒らせるんですよね。うん、まあ怒らせんでもいいけど、もう怒っとるでしょ。もうすでに怒ってますけど、うん、そこはちゃんと謝った方がいいんちゃう。でも、翔さんからしたら、しょうがねえだろうしか言えないですからね。まあ、社長に呼ばれたんだでとか、まあ、なんていうかだよな。まあ、一回ちょっとやつ考えていってみようぜ。はい、よろしく。さあ
ジャンプジルで切れますね。まあまあ怖いんですよ、あいつも。もう嫌なんですよ、これ。なんで正直マジ怖いんですよ、本当に。そう、本当に企画でもやりたくないです。そう、はい、鬼嫁候補1 1っすね。鬼嫁候補 1っすね。だけど、あの、こうやって車に連れてくるやん。よりっすね。その、でも、まあ、ここじゃあれだからっていうしかないんじゃないですか。車で来たね。それ車でしょ。車行くっけ。アルファードの時は車中ですけど、今から行くって言いやいんじゃない。ああ、飯行くって手でいいんじゃない。あ、そうっすね。そしたらバレんじゃん。確かに、とりあえず飯行くから来いっつって。そうそうそう、それ確かに、それいいっす。あ、それいいよな。来るしかないですもん、ね、とりあえず、とりあえず来てっつって。喧嘩はいいけど。あ、それいいじゃん。はい、コンビニが外部電話してよ、呼べば。はい、まあ、確かに今コンビニいるから来て。視聴者にさ、家が特定されちゃうからね。とりあえず電話していいんですか。あ、ちょっと待ってくださいね。俺らが後ろ行くんで。後ろ風どこか、とりあえず、はい、今から隠れたいと思います。いろいろどこさないと。あ、まあ当たるよ。電話してみますね。ああ、見える、そっちが見える。大丈夫ですか。楽しかった。やばいやば。お、電話します。電話しない。出んな。出んじゃん。普段も無視するんですか。え、普段も無視します、怒ると。普段無視ばっか。家見てこいよ、家。家行きます。うん。ちょっと、ゲームコットンちゃう。怖いですけどね。やってないです。天下、家見てくるか。でもお前連れてこいよ。俺らまで怒られてます。逆にでもそんなに怒ってないような気もするけど、もう女ってそうじゃん、怒るけど別に怒らんみたいな。かまってほしいだけじゃないですか。そう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 。は、なになに。そんなんじゃない。お前の予想はそんなんじゃない。全然何も見えましょう。見えますか、翔くん。ちょっと電気つけて。見えない。全然暗いと余計見えんね。ちょっと行ってきます。電気で来てよ、バレる。で、一応バレんよね。エンジン切ってた方がいいかもしれんな。あ、これ絶対俺はおらんと思うじゃん。よし、行ってらっしゃい。膝が痛い。あ、膝が痛い。お父さんそれしてるじゃん。あ、それやると俺ダメなんですよ。足しびれちゃう。ケツか。足立てとけ、片足で。っていうか、真っ暗ってことに来るのになんで俺がこんな高い荷物で、アルファードの荷物置きまでさらわれたやつみたいな。そうそう、岡部と二人で体育座りのことについて語らなかんの。やべえな、おい。そろそろ来た。ちょっとおらんかったっすね。あ、おらんかったっすね。え、そう。本当にどこ行ったの。あいつ、いや、わかんないっす。家でかい。マジで遊びに行ったのか。マジ。エンジンかけようぜ、サビ。とにかくお前を待っとったのに電話サビで。ここ行ってるの俺ら。人生初だわ。実家ミオに電話して。電話やっぱ。お前実家じゃないの。落ちたから電話してみたのか。あ。電話出ない。あ？落ちの電話番号わかる？いや。だから教えてもらえないんですよ、それも。携帯だけ明るいです。暖房も使えるよ、どうしよう。あ、リア、暖房ついて。もし。あ、落ち。うん。あれ、今、ミオ一緒におる。俺、出張だよ。あ、どこに行ったの。東京。あ、マジで。今、カナダ行っとったじゃん。うん、あれ。ああ、いい、行ったしたかもしれない。あ、はい。了解です。どうしような、落ちもらって言ってるの。あ。
何分からんの、うん、今一番上言いましたよ、ね、うん、鳴らすけど何、これはみおちゃんのお母さんですね、お母さん、もしもし、あやちゃん、はいはい、おちおる、いないよ、出張、あ、出張なの、あ、おち電話しても電話出んだよな、寝とる、うーん、何やってん、家にいるよ、おー、いいよ、みお、うん、ショートフォンかな、あいついるよ、あ、まあ、おちにおるよ、あ、実家来とんの、あいつ帰り来たよ、あ、ほんと、オチ何、出張いつから帰ってくるんかな、帰ってくる、あ、じゃあオチいつ帰ってくるんかな、明日、明日、うん、うーん、あ、オッケーオッケー、分かった、ありがとう、またちょっとオチに電話するわ、あ、分かったよ、ごめんね、うお、いいっすね、やっぱり実家おりゃやっぱ実家おりゃそれとは電話は明らかに無視してるんですか、あ、そうなるね、電話は無視してる、完全無視、いやちょっと怪しかったよな、でもな、なんか電話が、あ、いやでも良かったっすよ、バレてない、お父さんを気にしてるみたいな、バレてない、バレてないと思いますあくまでもお父さんの中に一瞬入ったみたいな、いつ帰ってくるのじゃなくていつから帰ってくるのって言っちゃったね実家だわ、実家行く、どうする、行くしかないですね、でも実家におるって分かったら、確かにいるのは確実ですもん、もう一回電話してみるって、パパいねえんだぞ、だってパパいねえのに、行ってみようか、とりあえずな、はい、よし、行ってみよう、はい、着きました、はい、後ろに乗り込みました、よっしゃ、ね、移動中は僕らはちゃんと前に乗ってるよね、そうですよね、よし、しょう、はい、後ろでもいいよ、もうだって電話出ないんだったらあれっすもんね、だって家行くしかないじゃん、うまく、だけど家に絶対入る、ご飯食べてきたとかなんか入れられるね、マジで社長たち呼んだら行こうみたいな、何言って言われる、意地でも言うしかない、撮影だで呼んどったんだよなんか言うしかないんじゃねえの、これでいいよね、どれどれ、お前絶対バレるね、はい、絶対バレるね、了解です。わかりました。超。はい。ロポーズだったら絶対いいね。それは大丈夫です。いいね。任せてください。ウィス。行ってきます。よいしょい。社長に誘われてる、行けばいいや、そのまま、え、行けばよかったよ、じゃあだからみおちゃん、なんでいつも別に誘ってこないでしょ、誘ってこないじゃん、俺自分で食べて帰ってくるよ、別に、いやだから今回は誘われたって、何を言ったの、何を言ったのじゃないって、だから一緒に行こうって、だからそれはなんでって聞いとるよ、いつも誘ってこないんだから逆に怪しいよねって、今までが今日だけが本当に社長で今までが違う人だよね、だからとりあえず飯行き、だから理由聞いとるよ、だからとかじゃない、じゃあ俺も分からん、社長に連れてこいって言われたんだもん、でだからそれは知らんけどって、うん、言ってるよ、だから今までが社長じゃないんでしょって、今まで自分がすっごい怪しい行動してるの分かってる、え、怪しい行動って、でもそれも全部打ち合わせやん、仕事の、え、その知らんやん、こそこそ外で電話する意味が分からんって言って、今まで別に家で電話しとんのに、じゃ電話打ち合わせで出てきますって、じゃあそれ毎日のように出てきた、それはだって目の前で話せんことだって、それはあるわ、仕事の、え、だからだから言ってるじゃん、はい、は、いや、はいって言ったわけです、で今までずっと何回も会って、別に家で中で別にしたのに、わざわざ外に出て電話なんて今までしなかったよ、じゃあそれはたまたま急遽最近し始めたからおかしいでしょって、いや違う違う、別に何もないんだよ、何もないって言ってるよ、打ち合わせで、ある人が何かありますとか言うわけなくない、みんな何にもないって言うんだって、まあ、とりあえず飯行こうよ、
何して、行ってこればよかったよって。じゃだからあんたも全然行きたくない。じゃあ俺別にそれ何浮気しとるとかじゃないよ。そんなんかあるとか。そんなん言うに決まったら浮気してますって言うわけないやん。バカじゃないの。いや俺バカだよ。でもあんたがじゃあ浮気してますって言うわけないやん。まあそれはね、だから浮気してないって言うに決まってるよねって。それではい分かりましたって信じるわけないやん。じゃあだけど それに関してはその自分の怪しいことをどうにかしなよ。はい、まあ、でもそれ社長に聞いてもらえよ。社長に聞いてもらえよ。社長に言ったってあんたの味方するに決まってるやん。だって別に次の日であんたが打ち合わせですって言って出た次の日は別に何も言ってこないんだもん。いつもだったらショーと飲みでどうのこうのって多分何かしら話してくるのに、うん、それも話してこないってミオからしたら怪しいやん。そう、はい、そうって。いやそれは花さんの時だってあるでしょ。社長だってじゃだからそれかじゃあ、まあ、ほぼ毎日のようにじゃあショー借りるなとか言ってくるのに行く前でも、うん、それも何にもなく毎日のようにってそうやって出かけてって。いやでもそれは責任者になってからその代金毎日毎日借りる意味がわからんって言ってんの。責任者に毎日なんか問題があるんだったら自分やばいやん。問題ある。じゃだからじゃあそれは社長じゃなくて自分が直さなきゃいいやん。社長とかじゃないやん。毎日毎日出てくるのおかしいでしょって。社長もそんなやばい人じゃないんだから毎日毎日借りてくわけないやん。違う別に毎日言ってるじゃん。回数が増えたってだけじゃん。ほぼ毎日やん。じゃあだしその1回でその良くなるとか週1回とかじゃないやん。もう週5、6回は出てくれればいいやん。まあでもそれは言い訳しかしないの。言い訳なのかなこれ。でも俺は社長じゃないし社長から俺誘われたのから。じゃあだからいやじゃあそれを断れっていうの。じゃあ社長に本当に誘われてるかも知らんし見ようからし今日だけ一緒にじゃあご飯行きましょうってなるから余計に怪しいでしょって言ってるんじゃん。わかりますか。じゃあでもそれは俺も分からん。だからこれアルファードに迎えに行ってって言われた。そんな意味が分からんもん。ミオからしたらだからミオからしたら今日だけが社長と本当に打ち合わせで、うん、今までの社長との打ち合わせはもう違う人との打ち合わせじゃない打ち合わせとか知らんけど違う人と会っとったんでしょって。いや違う、それはない。そういう風に繋がるやん。それはない。だってずっと外でも電話するようになった。家で電話することもなくなって。それって怪しく、全然怪しくないって思う人がいるわけなくない普通に考えて。でも携帯じゃ見ないじゃん。でも見たとこで消すやん。履歴は社長やん。え？見たとこで消すやん。履歴は社長だもん。そうやろ？で、だから、はい？そうだ。見たとこで消すやん。たとえ、例えば女と電話しとるか違う人と電話しとるか消すのは自分やん。こんな怪しい証拠残しとくかほどバカじゃないやん。まあ。いや。確かにね。でもいいやん。一人で行けばいいやん。ち、いかんて。みんなで行ってる。何みんなで行ってって。間違えた。ミオちゃん連れてこ行ってるだから。じゃあミオが断るわ自分で。ミオ今日行けないって。じゃあダメまだまだ。何まだまだって。もうちょい話そうじゃん。何を話すも話すことないやん。だって怪しいでしかないんだ別に。それは怪しくないって。じゃあ別にじゃあ絶対社長ですって証拠も出さんやんこんな気喋っても。じゃあそれで行ってくるとかじゃなくてじゃあ次の日社長に聞いてよ。それは何でミオ聞かなかな。何俺悪くないですスタンス。いや俺悪くないでしょ。自分が怪しい行動してるからこうなったでしょって。別にミオも怒ったわけじゃないじゃん。怒ってるよ今。じゃあもう年も言い訳ばっかり。言い訳になるよねそれは。だって聞いてますよ。話しとっても無駄だわ。無駄ではない。だって言い訳しかしんやん。だから言い訳になるよねって話。何が。全て話してもだってそれは事実なんだもん。なんか事実って証拠はどこにあるのって。事実ってだから社長に聞いてください。社長に聞いたところで社長もあんたに合わせないに決まっとるやん。あんたの味方なんだよ。でそれは知らんやん。何を知らんの。でそれはどっち味方するか分からんやん。あんたの味方やん。そんな分からんやん。で毎日毎日何を打ち合わせしとんの。そんな一日に一回じゃあ揉め事が起きたら今まで打ち合わせしてなかったのに、うん、というように毎日毎日そんな打ち合わせすることあるのに逆に。YouTube とかいろいろあるやん。 YouTube だったらミオのとこに話が入ってこないのおかしいでしょ。足場班だって今おめでとうはいミオちゃんおめでとうキモいんだけど本当に。何おめでとうどういうことかわからんわもう。俺もたまたま俺の出てなんか気づいたら喧嘩だった。
それは絶対嘘やんだってそこにいるんだもん。あ怖っ。一つ言っておくか、うん、正月に覚えてる、お前の喧嘩してるやつ隠し撮りしようぜって正月言っとったの。正月その菓子屋かなんかで喋ってたよ、小牧にある。あ喧嘩しようぜ、言い合いしようぜって言ってたやつ。いいいい、これいいよ。以上それを取ろうと思って今週ずっとやっとったやで。それ普通ミオに教えてくれない？こっちを褒めるんじゃないの？違う違う、こっちを褒めるんじゃないの？違う違う、逆だぞ。なんでミオが俺らは毎日打ち合わせしとったんだって。全然半信半疑だよ。そんなんだって毎日何打ち合わせる、電話でいいやん、出てく必要ないやん。でもバレんように。どういうこと？だってまず電話を外で一人で聞こえんからバレんやん。今週怒らせようぜみたいな感じで、怒らせようぜみたいな。そうそうそう、わざとね。あ、じゃあ打ち合わせっていうのの別にただただミオを怒らせたかっただけみたいな。そうそうそう、やっぱ最低な2人や。何も打ち合わせもしてない。最低な2人や。ただ女の子の店に行っただけ。いや女の店行ってない、ほんと飯とか、うん、女の子の店行っちゃって楽しんで帰ってきた。そんなことない、ちょっと狭いもんで一回前に乗ってもいい。めっちゃ偉いんだ俺は。最低だよ。でも別になんかその女の店に行ってないとか信じてないわけでもないし、本当に行ってない。でも分からない、そんな口裏合わせとったらミユちゃんとヤバい喧嘩になるんでお願いしますねって。いや、じゃあ本当に俺は正月にやろうぜって言ってから動画撮るのないで、そんなことね、あんまり切れんのかね、お前。俺もうちょっと怒ってて。じゃあさ、社長出すのはせこいよと思って。社長って言えば何でも許されるみたいな感じで、仕事だから。じゃあ今まで誘ってこずにこそ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 隠れて出てっとった人が急に今日だけ一緒にご飯食べに行きましょうって。こそこそはしてねえから。いや、こそこそだよ、しない。なんで？じゃあ家での様子知らないだけで、家ではマジこそこそだからね。マジでやばい。なんでこそこそするんじゃないの。なんか本当になんていうの、なんかさ、ドラマとかでよくあるさ、浮気してる人の出てき方みたいな。浮気してる人、そう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 、電話も外でするようになったし。まあ、ドッキリを俺ははめたかったから、その打ち合わせをしとる。いや、そういう電話をな。そうっす。そう、どうですか感想は。まあいつもこんな感じのおごり方なんで、うん、まあ、でも淡々と詰めてくる感じ。淡々と。そうそうそう。でもう俺も喋らさせてくれない感じ。めっちゃうざかったのは今日に関しては。なんかちょっとニヤニヤ笑ってたんだって。で本当にムカつきすぎて、こっち俺らがおるからな。こっち知らないじゃん。なんか喋ってる時にニヤニヤしててさ、何こいつ笑ったんだと思って。ちょ、笑えてくるもん。いや、何がうまいんだろうと思って。落ちもらっちゃう。トボが出張行ってるらしい。お前も家にもいねえじゃん。だってなんか別にいないのに家におる必要なくねと思って。企画倒れちゃうみたいな。間違いないです本当に。でなんでここって分かったんですか、逆に。お母さんに。あやちゃんいらっしゃる。はい、じゃあ視聴者皆さん、はい、まあまあね、ちょっとなんか俺も45でさ、ちょっと俺も途中疲れてきて、なんか恥ずかしがってきたの。45になって俺社長にこんなことばっかり言っていいのかな。サプライズ喧嘩化されて、なんか岡部と二人っきりでずっとなってる、うん、視聴者はそこはカットだけど、うん、まあまあ待っとだよ俺ら、うん、ちょっとテンション落ちとったよな。ちょっと宣伝になりますけど、はい、足場材買い取り、はい、まあ、こんな会社に売りたいなと思ったら自分たちで使ってますね。本当にまあ高価買い取りして、結構ね見積もり出したら今んとこまあまあ 95% ぐらいうちが買い取るんじゃないかな。うん、で予想様よりは高く買い取れると思いますので、まあ遠くのやつとかはまあ運搬とかこっちで手配してもいいけど、うん、やっぱりある程度お金は取るんで、まあ、どっちがいいかってわからんけど、まあでも結構量が多いんだったらいい値段つくんじゃないかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、僕いいっすか。うん、なんか結構面接とか来るんですけど、入りたいとか。足場班。そうそうそう。はいはい、今結構インスタでも来るんですけど、うん、まあちょっと最近人が多すぎて。日本人がもう。そうで。断ってる。断、まあそうですね。なのでちょっと経験者とトラックの免許持ってる人が来てくれたらありがたいなって。うん、でかい。以外はもう今ちょっとごめんけど。そうですね。ベトナムがはい多いんで。はい、新人とかトラック運転できない人。そう。うん、まあちょっと断りだよってことで。そうですね。まあ、任せれるやつだね。はい。本当に。頭としていける。首じゃない。トラック乗れるんじゃないですか。トラックも乗れないし何もできないから俺。本当に？あ、ギリギリ乗れます。じゃあいいじゃないですか。あ、本当乗れますけど。冗談です。分かりづらい冗談だから今日なんか主役じゃないでな。ちょっと喋りたかった。ただ膝が痛かっただけ。はい、ぜひ皆さんチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。はい、せーの、また見てねー。あ、ちょっとチャンネル登録して、マジでチャンネル登録してください。ちょっと20万がこう行ったり来たりだもんな、ずーっとな。そうですね。
マジチャンネル登録ぜひ、本当にね、ちょっとポチッとふざけです。はい、ぜひ。でライブもね、これから見ようが週1回、はい、頑張って一応やってみようかと。そうですね、1回、1回やってみたいな。まあまずね、やってみようと思ってますんで、はい、登録しておるとすぐにぜひ登録してください。お願いします。お願いします。もう1回まだ見えない最低な男たちだ最高な男最低な